皆まこんにちは野村アセットトマネジメントの坂井と申します、えー、今日はあのー、先ほどご案内いただきましたとおりストラテジストが本音で選ぶ投資先っていうテーマでですねお話をさせていただきたいと思います。えー、と申し遅れましたけれども、えー、と私の経歴といたしましては1988年にえ今の野村あのアセットマネジメントの前身である野村投資信託という会社に入りまして。 20年ぐらいですね日本株のファンドマネージャーをやらせてもらいましたで直近十、えー、数年ですね今のストラテジストっていう肩書きで、あのーまあ、日本株に限らずいろんなマーケットのリサーチというのを行っております、まあ、そうした一応経歴に基づいてですね、あのー、今こういう投資方法がいいんじゃないかということを今日はあご案内させていただければと思っております えーとまずあの資料なんですけれどもまあこれは初めにっていうことでまあ今日お話しすることは野村アセットマネジメントがですねこう総意として申し上げているっていうよりはああの私個人の意見だというふうに捉えていただきたいと思います。ではあの本題に入らせていただきますけれども。 えーまあ、30年ぐらいこの業界にいるんですがあの投資に成功するために、まあ、注意していることっていうのですね、まあそのまあ、現時点において注意していることっていうのをもう最初に申し上げて、まあ、今日はそれに沿って、まあ、どういう投資がいいのかとか、まあまあ、具体的な投資先としてはどういうものが、えー、いいと思っているのかっていう、まあ、そんなことをお話ししたいと思います。 でまあ、私どもあの投資信託の運用会社あるいは最近であの投資顧問あの企業年金さんとかもですね、えー、受託させていただいて運用してるんですけれども、まあ、いろんなタイプの商品をご用意してますと。でご用意するにあたって、まあ、適当に作っているわけではなくて何ていうかな、まあまあ、過去のシミュレーションをしてみたり。 まあこういうとアプロ投資の方法がいいんじゃないかっていうまあ仮説を立てて、まあ、過去のマーケットに照らし合わせてですね、えーまあ、本当に有効性があったのかというような、まあ、あのバックテストみたいなことを必ずやりますと。で、まあ、それで出てきた結果っていうのは大概いいんですね。あのーまあ、どんなやり方でも、まあ、今まで自分がいろいろやってきた中でもですね ある一定の方法で、まあ、ずっと10年20年30年と投資を続けると、まあ、それなりの成果が出ますと。で投資ってやっぱりそういうもんだと思っていて、えー、と同じやり方でですね、まあ、ずっとこう継続的に続ければ、まあ、必ず結果が出ると。で結果が出ない一番まあなんていうのかなよくない例としては。 あのただ毎年毎年いい成績が出るわけではないのでその苦ししい時にやり方を変えてしまうんですねでこれがやっぱり一番失敗するパターンですとですので苦しい時でも継続できるっていうのがやはり投資においては非常に重要なことだと考えていますとでここに書いてある通りですね自分に適した投資方法を決めて、えー、続けるんだと。 でしっかりモニターして余計なことはやらんと、まあ、これがもう全てです今日お話しする全てだと思ってますとで,ではあのここからお話しするのは実際私が自分で好きでやってる方法をですね今日はお話ししたいと思いますとで自分に適した投資方法って、まあ、自分というのは本当の私自身のことですとで一つ目が長期で気長に投資をしようというのがこれも基本線として考えていますとただ もう一つですね、短期リバウンドを狙うっていう、まあこの二つですね、えっ、ー、と大谷翔平選手ではありませんけれども、二刀流というようなやり方があいいと思っていて、えっ、ー、とたった一個のやり方ですとあ、まあ必ずしも毎年毎年調子がいいわけではないということを先ほど申し上げましたので、まあ調子が良くない局面というのは必ず来るんですね。で、ただもう一つのやり方を持っていると、大概そういう時に えー、2番目の手法っていうのが非常にこう効果的になることがあるとでこの組み合わせっていうのは非常に重要だと考えてますでまず最初の1番目の長期投資ってどんなのっていうんですけど、まあ、これはもう本当に一般的に言われている通りで長くこう成長するものに、ま、ずっと投資をするっていう非常にこう単純なやり方ですと。で 長期投資で、えーまあ、優れたものに投資をするっていうときに、まあ、非常に何ていうのかな一番気をつけなきゃいけないことっていうのはこのイメージ図で書いてまして、まあ、ファンダメンタルズっていうのが、まあ、多分企業の価値から何ていうのかな、えー、想定される、まあ、理論株価みたいなもんだと考えていますと。で、えー、ただそういう優れた投資対象っていうのはこの青い線にあるとおりですね 安くはならならいんですねせいぜいその妥当な水準まで落ちてきて、まあ、その後高くなっていくとだから常に高いなっていうそんなような印象を持つのがこの投資対象ですとだこういうことを前提に投資をすればいいんじゃないかなと思ってます。で私がじゃあなんで長期で気長に投資をするのがいいなと思っているのはあの、まあ、一方はその割安だから買うっていう方法もあります。 でただこれはあんまり好きではないとでやはり優れているから投資をするんだっていうのはですねやっぱり自分の心に合うと続けられるっていうですね冒頭で申し上げた続けられるっていうのが一番いいとですから割安だから投資をするっていうのをずっと続けたいっていう場合はですねそっちをやった方がいいと思いますとでただ先ほど申し上げたとおり優れた投資先っていうのは常に株が高いもんですからそういうのに十分 注意ををしししながら投資をしましょううとということですでもう一つの2っていう先ほど申し上げた短期リバウンド狙いっていうやつですけれどもここのイメージ図っていうのはこんな感じでありまして、えーっとまあ、特に優れたものではないものに投資をするっていう、まあ、そんな形になりますと。 で先ほどのイメージ図と、まあ、なんか真逆のような、えー、イメージ図になってるんですけれどもこの手の投資先っていうのは、まあ、常になんかものすごく安くなったり、えー、せいぜいフェアバリューあの企,業の企業内,何内の,あの投資先のファンダメンタルズの妥当の水準まで戻ってきたら高値みたいなことを繰り返しますと。ですのでこう中途半端に安い時っていうよりはものすごい売られた時に 効果を発する投資手法だと私は思っていて、えー、長期投資っていうのはまあ、ずっと続けるっていうことなんですけれども、こちらはですね、えー、時々、えー、やってみるという形をとっていますと、だから常にこの投資をですね自分自身でやっているわけではないということを断り申し上げておきます。で。 えと短期リバウンド狙い先ほど割安だから投資するっていうのは好きではないということを申し上げましたけれどもものすごく売られていて、えー、ととてててつもななく割安になっっしままいいる時っていうのが時々ありますでそれを逃すのはやっぱりもったいないなと思っていて、えー、優れてるわけではないんですけれどもそういう時に手を出すということになります。と一番下にウォーレンバフェットの オプション的方法というふうに書いてますがまあ彼はその一番目の長期に優れた投資を長く続けろということをもうずっと言い続けていてまあそれがバフェットの法則っていうことになってるんですけれども彼自身のその投資行動を見ているとこの短期リバウンドを狙うっていうこともやってるように私は感じていてまあそれをこう真似てですねやっていますと。 でやっぱり端的な例は今から13年前かリーマンショックっていうその世界金融危機が起こった時に、まあ、彼はまあ,あのめったに買わない、えー、銀行株の優先株をたくさん買いましたと。で、まあ、いいというふうに彼がその,そのセクターに対してです、ね、言ってるっていう記憶はあんまりなくて、まあ、そういう時に、えーまあ、あのまあ後ほどご説明しますけれども。 短期的な狙いとしてですね、買うっていう戦略もいいのかなと思っています。えっとこれちょっとわかりにくいイメージ図を出していますこの短期的短期のあのリバウンドを狙うというときに一番何に気をつければいいかということをここでですね、イメージ図を持ってご案内したいと思うんですけれども、このイメージ図はあの縦方向ですね、こう上とか下に行くのが 株価がまあ上がったり下がったりとあるいは高い安いというそういうイメージですとでこう横方向があのー、まあ明るいニュースが多いかな暗いニュースが多いかなっていうまあこういう,うあのメモリこの二軸でマーケットを見るとマーケットっていうのはここにイメージで例ですね楕円の形状を通ります要するに左下の一番っていうのが え悪材料が満載暗いニュースしかなくて、えー、株価もすごい売られていて何、えー、て言うのかなこういういい投資対象だから買いましょうとかですね、まあ、そういう話はまあ一切できないようなこの世が終わってしまうんではないかというようなそんな局面ですと。ただマーケットはここがやっぱり一番の買い時なんですね。 で、その後に二番、三番、四番という形で上がっていくんですが、まあ、どういうニュースフローで上がっていくかというと、一番から二番という,いう意味。あの意味はですね。まあ、戻る分の上がる分の半分ぐらいを、一番から二番で、えー、達成するという意味ですと。で、その間、じゃニュースフローはどうだったかというと、暗いニュースが少し減るだけなんですね。だからいい話にはなってない。あ あの悪材料が少し薄まったなというような感じで1から2にガーンと戻ってしまうとでニュースが中立ぐらいになってくると、まあ、悪いニュースもないし、えーまあ、いいニュースも、まあ、ぼちぼち出てきたねっていうのが3番で中立ゾーンなんですけどもうその時には結構上がってるんですね。で4番っていうのはああの1番の真逆でいいニュースしかないという、まあ、全て解決しましたみたいな状況で。 その時にはもう今回の相場っていうのは終わっているとで5番に下がるとっていうのはいいニュースがなんとなく減っていくんですねだからその増益なのに株価下がるじゃんみたいなまあそんな局面なんですけれどもおまあ、さっきの息の上がっていくののちょうど反対をイメージしていただければいいんですが対、えー、してこう悪いニュースが出てないのに下がってしまってニュースが中立になる6番の頃には結構下がっていて。 まあ最後一番に戻るるはまた悲鳴を上げてるんで,ですね何なんだこれみたいな状況の時に一番に戻っていくとまあこういうのを繰り返しているっていうことをえなんていうのか投資のゲームっていうかあそんなものだとご理解いただければ今後マーケットは見やすいのかなと思いますでちなみに失敗したと思った時に自分どうしてるかっていうとえ優れた投資対象だと思って 投資ししてましたとところがそれが優れていなかったっていう時はそれはもうやめます、えー、もう間違えましたっていうことでそれはその投資対象をから撤退すると。で一方短期リバウンド狙いっていうのはまあもうそろそろそこだろうとさっきの一番のところに来てるよねっていう状況なんですけどまだ早すぎたって時があるんですね。でそののは早すぎただけなので あのも,もっとこう買いますような、まあ、そんなやり方をしていますとですから失敗したなと思った時でもやっぱり対処方法っていうのは変えた方がいいと思ってます。で今日の本題の長期投資にふさわしい対象っていうことですけどまず最初に米国株を挙げてますえっ、ー、とまあいろんな,なんていうのかなお客さん向けのお話をする時でも。 1、えー、一択もう1個しか選べないんだったらアメリカ株がいいですよっていうことを言ってますとこれ長期投資に一番ふさわしい市場だと思っていますとで、えーとまあ、これはまあ過去60年ぐらいのグラフなんですけど75倍になってるんですよね年率7%で えーとまあ、データがないんでこの期間にしてるんですが、まあ、ニューヨークダウですとかあとはもう100年以上の歴史があの簡単に遡れるので、えーまあ、大体100年ぐらいのリターンを見ると、まあうんまあ、大体300倍とか400倍なんですね今から100年前のニューヨークダウって大体80ドルぐらいですと。で今3万5000ドルなんで、えーまあ、400倍ぐらいか。 ですので何十倍とか何百倍っていうリターンを取りに行くっていうのが長期投資の市場ですと。でそれができるのがやっぱり今のところアメリカ株が一番いいのかなと思ってますと。でいい理由としては,あのこれはまあ黒い線が株価で青い線が企業の利益なんですけれども、えっと、丸をいっぱいつけてあるっていうのに注目していただきたいんですが。 時々企業は現役しますとただ23年で復活してるんですねこの市場は。えーとまあ、一番あれかなあの長いのが多分後半の2000年ぐらいの IT バブルの崩壊とかリーマンショックのところだと思うんですけど丸の大きさも大き,い大きくつけてるんで期間が長いんですが、まあ、3年ぐらいでピーク利益を更新し,してきたっていう、まあ、そういう実績のある市場で。 まあ我慢していれば戻るとううような市場ですとですので、まあ、これがいいかなと思ってますで、まあ、こういうふうにピーク利益を更新する最大の理由っていうのは、えー、と新しい企業がやっぱりどん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 出てくるっていうのがこの市場の一番の特徴で、まあ、今マイクロソフトとかアップルグーグルみたいのが上位企業として並んでますけれども。 例えば 20, 20年ぐらい前の2000年頃っていうと、まあ、今上位にいる中で、えー、その当時もいたのってマイクロソフトぐらいしかなくて、えー、それ以外にその上位にいた企業は実はもう今消えてなくなっている会社もたくさんあるというような状況で新陳代謝が非常にこうお激しいっていうのかなあまあそういう市場なんですね。でですのでこのこ 100年で300倍400倍になるためには一つの会社がそんなに大きくなるっていうわけではなくて新しい会社にバトンを渡しながら伸びていくとこれが基本なのでそういうのがいいかなと思っていますとでもう一つがハイイールドですねこれはまあ弊社は ETF 出してないんですけれども普通の投資信託になってしまいますがこれもやっぱり安定的にリターンが稼げますと。 でまるで囲ってるのは今回はあの単純に下がったっていう時ですけれどもやはりそんなに長い時間を要さずに回復しているっていうのが一番のポイントでありまして、えーまあ、我慢すればとにかく回復してですね長期のリターンが取れますよと。まあ、これはあの期間が短いんで25年しかサンプル取れないんですけれども、まあ、5倍ぐらい。 えそんなような市場がいいかなと思ってますと。でまあ両方ともアメリカのものなのでそうすると為替ってどうなんでしょうねっていうのだけちょっとここで確認しておきますけれども、えー、なんだろうな1973年から今の変動相場制っていうふうになってるんですが。 まあ最初の頃っていうのはものすごい円高になってですねなんかこうドルっていうのは常に下がるもんじゃないのかっていうような印象があるんですがえっとここの,これ出るのかなえっと1995年1ドル80円ぐらいになった時期がありますとでそれ以降っていうのはわりかしずっと横ばいなんですね。購買力併価っってていうのがあって あの日米のインフレ率の差からですね、えーあのまあ、算出した理論値っていうようなことなんですけれども、はいえーまあ、あの昔は日本とアメリカのインフレ率の格差がすごい大きかったので、えーまあ、こんなようなことになってますけれども、えー、と最近はまあ,あの 超足元だと日本の CPI が0%でアメリカが5%ということなんですが、えーまあ、今あ、まあ、そんな一瞬そんな感じなんですけれどもここの近年ですねここで見えるようになったのかなえぐらいに収まっているとこれ昔は結構高くてやっぱり5%ぐらい差があったのでどん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 円高になっちゃったんですけれども、まあ、最近ですとこう ドル円いいうのはジグザグザするけどね横ばいみたいなな相場になりつつありますただまあ注意しなきゃいけないのはこの購買力陛下っていうのの,この範囲内にいてほしいのがドル円なのでえ今114円というと一番上限みたいな状況になっちゃうんでですねこの黄色と灰色の線ぐらいの間この辺はやっぱり私は意識してえ考えているのでまあちょっとドルが高いかなっていう気はしています。 えとあといくつかご覧いただきますがまああの注目されているナスダック総合指数ですね、えーまあ、これも長期投資に当然ふさわしい市場の一つだと思いますがえっ、ー、とこの四角で囲った部分にあるとおりここの部分の低迷が非常に大きいっていうのがやっぱりこの市場で私が一番気になる点ですと。えー、と15年ですね。 高値を奪回するるのにししててまっているということうだ、えー、まあその原因というのはですねここの1990年代の最後の山が急すぎたというのが一番の問題なんで、まあ、こういう,こうバブルみたいになった時は気をつけたらいいなと思うんですけれども、まあ、現状そこまでの,この状況ではないので、えー、大丈夫かなと思いますがあの少しそういう癖がある市場であるということは申し上げておきます。 あと新興国どううなのっていうのいは伸びるんで長期投資にふさわしいんじゃないかっていうようなあ意見もあるんですけれどもまあ新興国の中で一番ましなリターンを出してきているのがこのインドなんですね。で、えー、っとまあ為替の問題があるのであのこれ今インドルピー建ての指数ですから、まあ、円に直しちゃうとこの通りにはならないんですけれども。 まあ最近の2000年以降ぐらいで見ると21年間で11倍になっているとで年率13%なんでさっきのアメリカ株なんかに比べるとはるかに高いとただインドルピーがドルと違ってですねちょっとやっぱり安いくなってしまっているので円に直すともうちょっとリターンはなくなっちゃいますとで、まあ、インドもやはりそれなりにその いいろんな産業が入れ替わってきていてきです、ね、えーまあ、さっきのアメリカ株でご紹介したようなあの新陳代謝を進,みながら進めながら伸びてきたっていう実績があるので、うんまあ、それなりにいいかなと思うんですけれどもこの四角で囲った部分とか丸で囲った部分あるとおりやはり一旦捕まると結構長引くんで。 まあそういったものにあの我慢できるんであればこういうのもいいかなと思いますとですので一択であればアメリカ株で2番目は入るとで3番目4番目どあの増やせるんだったらこういうのもいいかなと思ってますとで最後に短期リバウンド戦略の事例を2つご覧いただきます。1つがリーマンショックの時ですね まあものすごい下がってリバウンドしたんですけれども、まあ、金融危機っていうだけあって銀行株ががすすごい下がったんですねで赤が銀行株で緑っていうのかな青っぽいのが不動産で一番下の、えー、紫色みたいのが SP500 ということですけど、まあ、SP500 といっても結構戻ったんですが銀行株はこの今安値を100ってしてるんでですね あっという間に二百五十まで戻ってるんですね。二点五倍にリバウンドしていると。で、金融危機っていうだけあって、やっぱり。金融セクターが一番売られていて、一番バーゲンハンティングの対象になりました。まあ、バフェットが、買ったっていうのも、まあ、こういうのを見て。買ったんだろうなと思うんですけれども。その、非常にこう、危機というような状況っていうの時は。 まあそのの危機でで一番傷んでしまったよううな産業っていうのが実は狙いい目だととうことですとで去年のコロナショックっていうのはですねこのアレリアン MLP 指数っていうのを出しますと原油が大暴落したというのは記憶に新しいと思うんですがエネルギー産業がやっぱり一番大きな痛手を受けて、えー、どうなっちゃうんだっていうような状況になったんですけれども、まあ、その後大きくリバウンドをしていますと。 いうことでえー、まあ旅行産業とかエアラインなんかもあるんですけれども、まああのー、やっぱり一番大きく下がったのはエネルギー関係かなというふうに思っているので、まあ、こういったもののリバウンドっていうのがやはり狙いいいい目ととしてはいいかなと思いますとで長期投資をしててもこのリーマンショックの時もコロナショックの時もすごいやられてるんですね。リーマンショックの時は6割ぐらい下がってる コロナショックの時でも3割4割は下がってるで長期投資の,そのポジションをやられちゃってるわけでそれを挽回するためにもうよし来たっていうような感じで、えー、第二の手法っていうのをここで発動すればですね戻りを大きく取れるというような格好になりますと。で最後に今どうなんでしょうかっていうのでこう終わりにしたいんですけれども、えー、じゃあ長期投資群ですね。えーっとまあ、アメリカ株は まあ割安でではないですよ割安というかフェアバリューを超えちゃってますよねとハイルドはりは非常に最低限ということでえっ、ーと,まあ、とかそううういいい状況ではないということこをおお知らせしておきますでリバウンドという意味においてはコロナショックからは相場は全部立ち直ってしまっているので、えー、どうかなと。で下がってる市場って見てるとやっぱり中国の規制にやられているような部分しかなくて。 まあんまりこうチャンスはななないいかなとううような形感じで見ていますとですので、まあ、せっかく今日聞いていただいた方には申し訳ないんですけど、まあ、長期投資に入るにはうーんというような状況ですし少なくとも短期リバウンドが今から狙える市場というのはあんまり見当たらないなというような感じでですね、えっと、見ています。でですのでん、まあ、今日 本音で語るだっけ投資先ということなんでものすごい期待値を持って、えー、お集まりいただいた方には大変申し訳ないんですけれども、まあ、一応これが私堺の現時点においての本音でありましてだからといって長期的なポジションですね私自身が投資している分を売るとかそういうことはしてなくてこれもずっと持っているだけ、えー、特に積み立て投資をしているのでこの局面でも積み立てはずっと続けます。 続けてますと、まあそんなような状況ですえっと最後にちょっと宣伝になるんですが、えー、っと当社の方にですね、月に2回、えー、っと投稿させていただいてます。第一水曜とか、まあだいそのぐらいだと思いますけど、だ水曜日前後第一第三に、えー、掲載されると思います。直近ではですね、こんなようなあものを出しておりますので、お時間がございましたら。 えー、見ていただけると嬉しいなと思います。えー、あと、弊社のネクストファンズのサイトもですね。まあ、こんなような形で、えー、ラインナップしていて、同じ記事が掲載されていますと。とまあ、もちろん私が書いた記事以外にもいろんな情報を載せておりますので、えー、こちらもお時間がございましたらよろしくお願いします。えー、と以上であのー、私のですね。今日の。 本音で語る、えー、投資先という内容のセミナーを終わり終わらせていただきたいと思います。えー、何かのご参考になりましたらあのありがたいなと思います。ありがとうございました。